武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我悪鬼羅刹となりて目の前の敵すべてを斬る。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任に就いた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方、己が気の向くまま各地を巡り歩いていた覇王丸は、世の混迷の機運に逆らうかのごとく怪盗乱魔を断つ諸国の猛者たちの幾多もの武勇伝を耳にする。己もまた一介の剣客として諸国の名だたる剣豪と刃を交えるべく、覇王丸は愛刀フグ毒を手に戦いの渦中へと身を投じるのであった。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。覇王丸 VS シャルロット、いざ尋常に最終戦勝負。旋風烈弾、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 よっしゃー、勝負あり。勝者覇王丸。俺の名は覇王丸、江戸の土産に覚えておきな。立ち筋もそうだが、お前さん自身もなかなかのジャジャ馬みたいだな。お前さんみたいな剣士、俺は嫌いじゃないぜ。外流島、牛の国。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。覇王丸 VS アースクエイク、いざ尋常に最終戦勝負。いいね、なかなか楽しめたぜ。その図体のデカさじゃ俺の剣は避けきれねえぜ。もっとその肉落としてきな。日光。
僕もこの先に用があるんです。ごめんなさい、絶対に譲れません。覇王丸 VS 久米静丸、いざ尋常に最終戦勝負。旋風烈弾、旋風烈弾、よっしゃ旋風烈弾、いいね、なかなか楽しめたぜ。へえ、お前さん目の奥に鬼が見えるぜ。飼いならせちゃいねえようだったが、このまま行けば修羅、いや羅刹にもなるか。あな悲しや、あな苦しや、憎しい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 。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。覇王丸 VS 千両京四郎、いざ尋常に最終戦勝負。前より舞が冴えてんじゃねえか、京四郎。変じゃ俺にはまだまだかなわねえがな。熊野古道。ここで滅するもまた情け。いざ、舞い。覇王丸 VS 服部半蔵、いざ尋常に最終戦勝負。旋風烈弾、よっしゃ旋風烈弾、うわっ、うわっ、うわっ、爆炎流、旋風烈弾、うわっ、うっ、あおりゃ、うわっ、勝者覇王丸。いいね、なかなか楽しめたぜ。相手を煙に巻く戦い方か。だがあいにくこの俺が相手じゃ、その手は通用しないぜ。グリーンヘル。頑張るぞ。覇王丸 VS
チャムチャム、いざ尋常に最終戦勝負。旋風烈弾レズゾン、旋風烈弾覇王丸。いいね、なかなか楽しめたぜ。いい腕前だな。今のところお前さんが天下で2番目の使い手と見た。いつかまたやろうぜ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できたこと、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。覇王丸 VS プラマヤシャマル、いざ尋常に最終戦勝負。覇王丸。俺の名は覇王丸。江戸の土産に覚えておきな。俺が目指すは天下無双。こんなところで立ち止まるつもりはないんでね。三方ヶ原。久しぶりだな、源十郎。同門のよしみとはいえ、そんな殺気を向けられちゃうな。どっちが上か、そろそろ白黒つけようぜ。ふざけ、貴様を殺す。覇王丸。覇王丸 VS 騎馬神源十郎、いざ尋常に最終戦勝負。完勝。勝者覇王丸。俺の名は覇王丸。江戸の土産に覚えておきな。どうやらこの勝負俺の勝ちのようだな、源十郎。さて俺は行くぜ。そろそろこの邪気の源にもケリをつけてやらねえとな。
この世のすべて、何もかも消えてなくなればいい。静か千年桜。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。こいつが邪気の親玉か。へっ、相手にとって不足はねえ。行くぜ。覇王丸 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。Yeah!
人だ。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の浄化昇天を見届けた覇王丸、崩壊する空間から抜け出し、最初に目にしたのは辺り一面に咲き乱れる美しい桜だった。彼女を弔うがごとく酒を傾け、覇王丸は彼女が最後に残した桜花爛漫を味わうのであった。静か御前が引き起こした災禍より数ヶ月、剣豪の噂話を耳にし、覇王丸はとある町を訪れた。後にこの出来事を語った町人曰く、彼の目の奥では尽きることのない闘志が炎のごとく燃え上がっていたという。覇王丸の旅路は終わらない。侍として、男として、その手に真の最強をつかむまでは。武士道とは死ぬことと見つけたり、修羅道とは倒すことと見つけたり、我、悪鬼羅刹となりて、目の前の敵すべてを斬る。
剣の道を極め、天下無双をつかむまで、俺の旅は終わらねえ。